舞台、問わず街の制作発表会、元モーニング娘。で女優の飯窪春菜と、元 NGT48 で声優の長谷川玲奈が22日、都内で行われた舞台、問わず街2023年6月に池袋サンシャイン劇場にて上演の制作発表会に、主演の大西桃香、AKB48、共演の渡辺美里や、星森さな、塚上かり、藤井彩香、野本ホタル、松田咲、倉地霊峰、梅原沙莉と共に出席した。2月16日にリリース予定の都外育成バトルファンタジー RPG、問わず街、スクウェアエニックスを舞台化した本作。バル、黒い海に侵食し始めた世界を舞台に、魔獣、や、最下の魔女に対抗すべく戦線に送り込まれた、トリ、と呼ばれる少女たちが、つがい、ペア、となって相手と絆を育み、残酷な運命に立ち向かう姿を描く。オーディションを経て、聖者のつがいツバメ役をつかみ取った飯窪は、今まで男装をした女子役の経験がなくて、脚本、演出の松田、1対3から、王子様みたいな役、と言われる中、そんな立ち位置になったことがないので、本当に私でいいんですか、と何度もお聞きしたんですけど、化かされたからには清く正しくかっこよく演じられたらいいなと思っています。と意気込み、個人的に女性だけの現場は、モーニング娘。を卒業して以来、初めてのことなので、それもすごく新鮮です。トトロ。自身の衣装については、ツバメなので塩ビ、服みたいになっていて、プラスマントがついているので、ビジュアル、撮影中に翻したりして楽しくやらせていただきました、と語り。ビジュアル撮影は一人で行ったそうで、ひたすらカメラマンさんやスタッフさんたちが一枚撮るごとに、かっこいい。かっこいい、ともてはやしてあげてくださって、私は男装が自分で見慣れなくて恥ずかしかったので、皆さんのおかげで楽しく撮影できました、と感謝した。また、幼馴染のつがいフラミンゴ役を演じる長谷川は、フラミンゴは可愛らしくて陽キャらしくて、私だな、と思いました。わら、と胸を張り。私はピンク系よりブルーとか暗いイメージが自分の中にあったので、可愛らしい女の子を演じることができてすごく嬉しいです、と声を弾ませた。加えて、自身の衣装について聞かれると、見ての通り露出が多くて、スカートとか本当に短くて、フィッティングの時に皆さんがいろんな角度から見て、もっといけるんじゃないか、ってどんどん短くなっていったんですけど、この羽織物があるから安心していています、と笑顔を見せた。